そうですね。なんとかして打ちたかったんですけど、ダメでしたね。阪神の佐藤輝明は、敗戦後のクラブハウスに引き上げる道中で、悔しさを隠しきれなかった。屈辱の二軍落ちから再昇格後、7月10日時点の4試合で、15打数1安打。結果はまだ出ていない。そこで今回は、一軍復帰した佐藤輝明への岡田監督の酷評について、様々な角度から検証します。ホームランは嘘をつかない。今年5月12日、甲子園での阪神対 DeNA 戦での出来事だった。佐藤は3回裏、WBC 侍ジャパンの優勝の立役者で、エースの今永翔太から、見逃せばボールという低めのストレートを右手一本で払い打つように捉えた。その弾丸ライナーはややスライスしながら、甲子園のバックスクリーンに飛び込んだ。この日はライトからレフトへ浜風が吹いていたが、風の影響を受けないような衝撃の低弾道で突き刺した。強烈な5号ソロホームランである。打球角度20度というありえない弾道でバックスクリーンに飛び込む一撃に、ネットも騒然となった。SNS 上では、すぐさま佐藤輝明がトレンド入りした。エンゼルス、大谷翔平ら強打者が、通常ありえない形でホームランを放った際に、ネットでは変態弾と称される。大谷がメジャーで膝をつきそうになりながら、低めのボールを右中間スタンドへ叩き込んだ8号弾になぞらえ、大谷翔平かと思ったわ、大谷さんばりと称えるファンもいた。他にも、これは化け物すぎる。サトテルのホームランって、喜ぶ前に一回ドン引きする。エグすぎる、と騒然となった。バットにボールさえ当たればヒットになることもあるが、ホームランはそうはいかない。特に、プロで甲子園でのバックスクリーンへのホームランは、掛布、バース、岡田などの選ばれた打者だけだ。そして、その時対戦した DeNA には、佐藤のライバルでもある WBC 選手の牧秀悟もいた。この試合、2点ツーベースを放ち意地を見せたが、DeNA の牧も佐藤の類稀な才能を認めている一人。牧は佐藤とは同学年で、大学3年の日本代表合宿で知り合ってから仲が良く、ルーキーイヤーの2021年、東京オリンピック開催に伴うシーズン中断期間中には2人でインスタライブを行ったほどである。佐藤、牧ともにデビュー以来2年連続20本塁打を放ち、シーズン中も連絡を取り合う。同じセリーグの強豪球団で同じく中軸に座る佐藤の存在は、牧にとっても大きな刺激になっている。昨年末のインタビューでも、試合が終わるたびに成績を確認していましたと語っている。数値だけを見れば、牧が佐藤に勝利したようにも見えるが、牧は、いや、でも甲子園で20本しっかり打っているし、打点もほぼ近いので、そこはまだしっかり勝てたというのは全然ない、ときっぱりと言い切った。来年もいい一年にしたいと思います、と、変わらず佐藤と切磋琢磨することを誓っていた。チームの中心として打線を牽引することが求められる2人。誰もがライバル物語はこれからも続いていくと思われた。また、去年の侍ジャパンの強化試合では、佐藤は打撃練習の組が、牧とヤクルト、村上宗隆、巨人、岡本和真と一緒になった。この4人は次代を担う NPB を代表する若手スラッガーたちである。最高峰の舞台で同じユニフォームに袖を通し、改めて打撃論にも花を咲かせる貴重な時間となった。もちろん、メジャーで年齢が少し上の大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚に続く逸材である。しかし、今年行われた WBC の侍ジャパンのメンバーの中には、村上、岡本、牧の名前はあったが、佐藤輝明の名前はなかった。高総主、今年のニューサトテル。佐藤はそんな屈辱をバネに、
キャンプから岡田新監督のもとサードの守備に取り組んだ。キャンプから岡田阪神の話題となっていたのが内野守備陣のコンバートだ。過去2年ショートのレギュラーを張った侍戦士でもある中野拓夢がセカンドに移り、主にライトを守っていた佐藤がサード、そして大山祐介をファーストに固定した。昨シーズンまで5シーズン連続リーグワーストとなるチーム失策数の改善が目的であることは言うまでもない。しかし現役時サード部門で6度のゴールデングラブ賞を受賞したミスタータイガースの掛布正幸は、心配なのは佐藤という。サードとしての動きに対し苦笑いを浮かべている。開幕戦からサードを守ってきている佐藤の守備について、ボールを取ってから必ずワンステップで投げると指摘しており、流れの中でのそのプレーはプロらしくていいのだけど、もうワンステップを行ってでもしっかりとボールを掴んだ上で安定した送球をするべきと言葉を並べた。さらに全てのボールをワンステップで投げようとしているので送球ミスが怖いと危惧しながら、ファーストへのスローで確実にアウトを取るためにどういう守り方、どういう足の使い方をするべきか、これがサードを守っていく上での佐藤の課題と見解を述べた。生え抜きサードでシーズンフルイニング出場となれば1985年掛布以来となる。もちろん佐藤が打撃と守備で一皮むければ、それだけ目指すあれにも近づくことになる。名実ともに中心メンバーとなれるか、佐藤にとっては今後のプロ人生を送る上でも大事な1年となりそうだった。5月末にはセリーグ打点トップとなる30打点目をマーク。佐藤は開幕直後の不振から V 字回復を見せていた。またこの時快進撃を続ける佐藤をめぐっては、打撃、守備以外の分野でも密かにファンの間から注目を浴びていることがあった。同じ阪神の近本浩二、中野拓夢らと並びリーグトップの5盗塁をマークしていたのだ。これまでの佐藤といえば足も使える選手として認識されてはいたが、他の選手はいわば盗塁部門のスペシャリストばかり。この快進撃にはネット上でも、思い切りがいい、5番で盗塁王も取れたらかっこよすぎと、早くもスピードスターとしての才能を期待する声が上がっている。佐藤の打って走って守って、昨年は長く不振に苦しんだ若き主砲が大暴れすれば、それだけチームが目指すあれにも近づいたと虎党ファンの誰もが思った。変わらない佐藤輝。評論家時代から岡田監督は虎の若き主砲候補に目をかけてきた。チームのライバルで佐藤を上回る2020年から3年連続20本塁打を放つ大山祐介との4番争い含め、さらなる飛躍を願っているのは間違いなかった。しかし試練の3年目に臨む佐藤にはこんな声もあった。阪神のスペシャルアンバサダーに就任し、佐藤の母校近大 OB でもある糸井嘉男は、すっかりサボりキャラみたいになっているけどと心配の声が上がっていた。佐藤のマイペースの性格から危機感があまり感じられないのである。また中日、メジャーで活躍し阪神 OB でもある福留孝介も、スケールが大きいのでこのまま大きく育ってほしいですね、小さくまとまる必要はないと思いますとエールを送る反面、ちょっと練習をすると怪我をしているようなので、なんとかして体を作って怪我をしないということが大切になると思います、練習をこなせる体力がつけばと発破をかけた。福留自身も現役時代は猛練習で実力を培い、日米通算2450安打を放った。練習は嫌いでした、嫌いでしたけど上手くなりたいから頑張りましたと佐藤の奮起を期待した。多くの OB の言うように、練習嫌い、体力不足は岡田監督の心象があまり良くないのは気になるところ。そしてその予感は当たってしまった。
勝負の夏場に差し掛かった6月に入ってから、これまでの2年間と同じく、佐藤は月間打率1割7分9厘、1本塁打と打撃不振に苦しんだ。そしてついに6月25日に登録を抹消された。ヤクルト OB の宮本慎也は、阪神のキープレイヤーはやっぱりサトテルじゃないですか、サトテルがもっとしっかりしないとと認めつつ、目の前にものすごくいい見本がいるんですよ、大山という。ボンダでも自分の中でがっかりしてても一生懸命走っているし、ああいうのをサトテルも見習ってほしいですよねと注文した。また花のある選手、このまま埋もれちゃうのはもったいないと宮本も奮起を促し、でもこれぐらいでっていう可能性も僕はなきにしもあらずと思うと厳しく指摘する。長所を伸ばしながらも短所も少しずつ削っていかないと。プロなんだから見せないといけないけど、一生懸命さっていうのがねと話した。皆佐藤に思うところは同じだ。野球以外のところも見られているぞと平田ヘッドコーチから伝えられて2軍降格。佐藤は練習から懸命に取り組んでいるが、結果には結びつかない日々だ。佐藤はファーム戦直近3試合で10打数3安打。岡田監督は、でもお前ファームのピッチャーくらいやったら普通に打つやろ、打つ打たんよりは打席の中の内容とかな、そういう姿やな、今度上がってきたら左ピッチャーやからスタメンから外すとか、それはもうあかんからなと語った。もっと長く鍛えるつもりが、チームの攻守の要、近本の骨折離脱もあって、佐藤は予定を前倒しでわずか10日のファーム期間となった。7月5日の広島戦から1軍に再合流した。阪神は非常事態だ。復帰して即打棒爆発が求められる時だが、ベンチの期待に応えることはできない。元阪神監督で首位打者の藤田平は、佐藤の打撃について改善されていないと厳しく指摘した。具体的にはタイミングが合っていない、まだ遅れ気味だ、フォームなどの形より打撃で一番大事なポイントはタイミング、遅れているのであれば例えば打撃指導を早くするなど工夫していかなければいけない。続けてタイミングの合わせ方というものは第三者から伝えることが難しい部分がある。だからこそ普段の練習から自分に合ったタイミングの取り方を探り見つけておくことが大事なのだと語る。そして7月8日のヤクルト戦に佐藤は5番サードとして先発出場するも、4タコとさっぱり。主砲の完全沈黙は2対3の惜敗に直結した。試合後、岡田監督は佐藤の状態について問われると、見ての通りや、あれでええと言える、あのチャンスを見てもそんな俺に聞くことやないやろ、お前見たらわかるやん、見た通りに書いてくれよ、俺に言わすことやないよそんなと。あのチャンスとは6回ノーアウト2、3塁で空振り三振のことである。笑いながらも怒りを押し隠し球場から引き上げた。岡田監督の最後通告。岡田監督は DeNA との首位攻防戦の前に佐藤に最後通告で危機感を煽った。岡田監督も、打てそうにないな、あんまな、俺はそう思うな、なんかこうそら姿なと、岡田監督の独特のどん語も明るくはない。7月9日ヤクルトとの第3戦は左腕の高橋奎二が先発だったが、あえて左打者の佐藤をスタメンで起用した。右の渡辺亮を使う手もあったが、岡田監督は、それやったら終わってしまうやんか、別に俺は噛めへんけど終わってしまうと思うよ今度は。佐藤の我慢しての起用が続くかという問いに、だから終わってしまうか終わらんかやろ、もっとええ選手であかんようになったのいっぱいおるやんかと言い切った。今の佐藤はまさしく崖っぷちである。岡田監督は3年目の佐藤をプロ野球選手としての今後を占う
危機的状況にあると見ている。今シーズンはいずれもチーム2位の9本塁打38打点を挙げているものの、打率は2割1分9厘と極めて低調。今まで打ててないのをどうやって打つか、もうゲームの中でしか見られへん。年収でええとか悪いとかそういう判断はないと語る。悲願の18年ぶりとなるアレへ向け、佐藤は必要不可欠な存在であるのは間違いないが、今度こそ後がない。これから本当の進化が問われそうだ。